17カヤパ祭司の長だったカヤパにも広代の憎しみは集まっている彼はクリストを憎んでいたであろうが必ずしもこの憎しみは彼一人にあったわけではない ただ彼を押し立てることのクリストを憎みあるいは妬んだ大勢の人々に便利だったからであるカヤパはきららに頬を着下ろし冷ややかにクリストを眺めていたであろう現世はそこにピラトと共に 育児のない精霊の子供をあざけっている燃え盛る松明の光の中に1 8二人の盗人たち クリストの死の不評判だったことは彼の十字架にかかるときにも盗人たちと一緒だったのに明らかである盗人たちの一人はクリストを罵ることをはばからなかった彼の言葉は彼自身の中にやはり人生のために打ち倒された クリストを見出したことを示ししている。しかしもう一人の盗人は彼よりもさらに妄想を持っていたクリストはこの盗人の言葉に彼の心を動かしたであろうこの盗人を慰めた彼の言葉は 同時にまた彼自身を慰めているお前はお前の信仰のために必ず天国に入るであろう高台はこの盗人に彼らの同情を示しているがもう一人の盗人には クリストを罵った盗人には軽蔑を示しているのに過ぎないそれはまさにクリストの教えた私的正義の勝利を示すものであろうが彼らはサドカイの都やパリサイの都は今日でも密かに この盗人に賛成している事実上天国に入ることは彼らには一軸や幕クワウの汁をすするほど重大ではない十九兵卒たち 兵卒たちは十字架のもとにクリストの衣を分かち合った彼らには彼の衣の他に彼の持っていたものは見えなかったのである彼らは定めし肩幅の広い模範的兵卒だったのに違いないクリストは定めし 彼らを見下ろし彼らの所業を軽蔑したであろうしかしまた同時に是認したであろうクリストはクリスト自身の他には我々人間を理解している彼の教えた言葉によれば干渉主義的詠嘆は 最もっとも、クリストの嫌ったものだった。二十。受難。十字架にかかったクリストは。多少の虚栄心を持っていたものの。 彼の肉体的苦痛とともに精神的苦痛にも襲われたであろう。ことに十字架を見守っていたマリアを眺めることは苦しかったわけである。が彼はエリエリラマサバクタニ。 という必死の声を上げた後もたとえそれは彼の愛する賛美歌の一節だったにもせよ彼の息の絶える前には何か大声を発していた我々はこの大声の中にあるいはただ 死に迫った力を感ずるばかりであろうしかしマタイの言葉によれば「宮の幕上より下まで裂けて二つになりまた地震えて岩裂け墓開けてすでに稲たる生徒の実多くよみがえった」。 彼の死は確かに大勢の人々にこういうショックを与えたであろうマリアの脳貧血を起こしたことを記していないのは新約聖書の威厳を尊んだからであるクリストの一言一行に永遠の注釈を与えている パピにさえ、この事実はマタイを引いているのに過ぎない彼自身を欺いているパピニの私的情熱はそこにもまた馬脚を表しているクリストの死は事実上彼の預言者的天才を盲信した人々には 彼自身の中にエリアを見た人々にはあまりに我々に近いものだった従ってまた炎の車に乗って天井に去るよりも恐ろしかった彼らはただそのためにショックを受けずにはいなかったのであるしかし 年を取った妻子たちはこのショックに欺かれはしなかったであろうそれ見たことか彼らの言葉は「イエルサレムからニューヨークや東京へも伝わっている」。 イエルサレムを囲んだ観覧の山々を最も三分的に飛び越えながら